パンをおしゃれに美味しく写真撮影をしたい方のために、私なりの背景ボードの選び方や撮影に使う小物などについてお話しさせていただいています。今回はアフリカンモードスタイルに持ってきてみました。アフリカンモードスタイルはベージュを基調にしており、白や濃いブラウンを散りばめたボードでございます。なのでこのお皿のアンティーク感のあるサビ風にも色がとってもよく似合っています。そして今までだったらこちらの木のスプーンをずっと添えていたんですけれども、お皿がアンティーク調に変わったので、添える小物ですね、変えてみました。よりアンティーク風の印象になるようにこちらの真鍮のナイフを添えています。さあでは写真を撮ってみましょう。